今回の野田キャンシーズン2は社会基盤工学構造工学研究室をご紹介します。再起研究室ではセンサー技術を活用し観測値を分析・解析することにより建物の構造健全性を判断する研究を行っています。それでは鈴木さん、レポートよろしくお願いします。森近先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず先生のプロフィールから教えてください。はい、私は創意的に工学部社会基盤工学科再起研究室に所属している森近と申します。私が専門としている研究としましては橋梁の維持管理をやっています。で、橋梁の維持管理の中でも、一つ重要なものがありまして、ずっと車両交通が走っていると、鋼材、鉄の材料ですね、鉄の材料からひびが入ってきます。そのひびをどうやって検知するのかという研究テーマで、自分これまでやってきました。こちらの研究室ではどのようなことを研究していますか？はい、こちら再起研究室では、維持管理を中心に行っています。で、維持管理の、いくつかあるんですけども、一つとしましては道路情報板と呼ばれます、道路の情報を伝える板があるんですけども、その板の、固有振動子と呼ばれる振動の、動き方、その振動の動き方から、そこに損傷が発生していないかという検知の、研究は行っています。で、今回紹介させていただく、また木材破壊音の、自動検知という研究も行っています。で、木材破壊音に関してなんですけども、皆さんがお持ちのスマートフォン、こちらのスマートフォンで音を記録して、その音を、機械学習と呼ばれる手法で、分析することによって、この位置に木材破壊音があるよっていうのを自動で検知っていう研究を行っています。身近なもので行える。そうですね、身近な皆さんの身近な近くにあるもので行っています。この研究室が行っている研究について将来どのような社会貢献が見込まれると思いますか？はい、先ほど説明した木材破壊音に関しましては、大きな地震が発生しますと木造構造物に対して、損傷が発生するんですけども、その時の音を自動的に検知できれば、いっぱい多くのところで発生する損傷を瞬時に発見することができ、瞬時に発見することができれば迅速な災害復旧というのにつながりますので、そのようなところで社会の貢献につながると考えます。地震が多い日本などではとても役立つ研究だと思います。 はい、それでは研究室の学生さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介から。社会基盤工学科に所属しています、井口と言います。研究室はこの構造工学研究室に所属しています。井口さんはこの研究室でどのような研究を行っていますか？はい、私は木材破壊音の検知システムを構築という研究を行っています。研究は大変ですかね、苦労した運動とか。はい、そうですね、研究は今は AI を用いて木材破壊音を自動的に検知しようという研究を行っておりまして、そのところで AI っていうのは自分が思った以上にうまく動かないところがありまして、いろいろと学習させるデータであったり AI のモデルっていうものを試行錯誤しながらどんどん精度を高めていくところがやりがいがありますし、なかなか成果も出るようで出ない、そういったところに。この研究を踏まえて将来の進路や夢などを教えてください。はい、将来的にはですね、システムを用いた、土木業界においてシステムや自動化を用いて、精進化を目指しながら、発展に貢献していきたいと思っておりまして、で、今人手不足が、土木業界叫ばれている中で、自分たちが構築しているような自動的な検知、そういったものを、どんどん社会に普及させていき、日本の、災害大国である中で、どんどん、効率の良い検知であったり、災害復旧というものに携わっていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介からお願いします。
総域理工企業科社会基盤専攻の戸締めと申します。今 M2 です。率直の研究室はこの行動工学研究室です。あ、留学生とのことなんですけれども、はい、どちらの国から？あ、中国からです。中国で理科大って有名なんですか？まあ、留学生に対してはいい学校だと思います。いい大学です。はい、どうして理科大に留学に行こうと決めたんですか？はい、研究室内 の、 方向を探すときに佐伯先生 の、 物質破壊論 の、 研究に論文を見ました。それを見たらとても興味が持っていますので、理科大に目指しています。はい、やはりこの分野っていうのは他の研究室ではあまり馴染みのないというか、あまりどこの研究室もやってないような分野になるんでしょうか？はい、なんか、初めて見たらこの木造の構造を破壊するかどうかを判断するのはとても素晴らしいのことだと思いますので、この分野にやりました。はい、研究したいです。理科大を卒業した後はどのような進路を考えていますか？今考えるのは多分中国の、多分日本同じの施設かも ありますかもしれません。日本の防災研究者みたい の中国の施設で博士の後期の授業を取ります。はい、現在行っている研究は苦労した部分とかがあれば教えていただきたいです。最近パソコンが壊れてしまった。これは大変ですよね。もう一度最終的にパソコンのソフトウェアをもう一度インストールして、Python とかの波動の環境を構築したのはとても大変です。まあ、データはほぼはクラウドなのでデータはほぼは大丈夫です。はい、野田キャン。それでは実験の様子を見学してみたいと思います。はい、お願いします。こちらに木材が2本ありまして、先ほど紹介した木材破壊音の検知システムというもので、この木材が壊れる音というものを検知しています。この2つの木材を組み合わせて、こうすることで、継ぎ手という状態になりまして、こちらの木材を力を加えてこちらの木材を倒すことでここの部分が破損する音というものが取れます。では、それではちょっと録音をして破壊を見ます。今のように、木材の破壊音というものが録音されまして、このデータをですね、こちらのパソコンの方にアップロードして、検知を、今から行ってみたいと思います。CNN と呼ばれる AI を、構築し、録音したデータから、その、木材破壊音があったのかというものを AI を用いて検出まで行うコードを書いております。今撮った、音をパソコンに読み込ませると、このように、振幅とこちら時間のグラフが出てきまして、ここがピョンと跳ねている、そういったところが、木材というか音が、発生したというところが分かるようなグラフになっています。こちらのデータをですね、先ほど、言った、検知のシステムに、かけてみますと、こちらのようなスペクトログラムが生成されまして、ここが縦が周波数の軸になってまして、こっちが低い周波数の音を表すもので、こっちが高い周波数の音を表すことになっています。ここで赤色のような場所がありますが、この場所で大きな音が発生したというものが視覚的に分かる、そういったものになっています。こちらの、破壊音を検知してみてみか、ここら辺に白枠がポンポンポンと、書かれていますように、ここで木材破壊音というものがあっただろうということが分かるものになっています。
まあ、これが切り出した、今検知した木材破壊になっています。実際にこうやって聞いてみると、今流行ってる ASMR のように心地よい音なんですけれども、今実際に折った時に感じた音はすごい大きな音で、これが地震などで、とても来てると思ったら怖いなって思いました。そうですね、こういった木材が折れると、まあ、倒壊の危険性もあるということもありますので、まあ、それらを早急にこのシステムを使って、検知を行うことが、できればなというふうに考えています。構造工学研究室は皆さんの命を守る研究をしています。せーの、野田キャー。